ケオッケオッケー、おっとっとっと、これモザイクかも。生放送の収益なくなっちゃった。これやばいね。映していいのかな。何してるんですか。うわー、何してんだお前。おい、なんで、なんで、意味がわからん。いやでも初見でクリアも、びっくりした。スタンドオールってちょっと待って、離れてこのデブどうしたの。パンツ履いてなくね。安心してくださいみたいになってるけど、安心できないよ俺。これは壁尻シリーズなんだよ壁尻シリーズって。えい、いや誰得、誰が嬉しかった今この映像を見て。どうしたお前。あー可愛いね。可愛くねえよお前、突き落としてやろうか。プールに落ちんの描写やめて。そんなセンシティブ。だいぶしかも反り立ってないか。これはちょっとまずい。はい、というわけで皆さんこんばんは、犬猫です。今回は久々に8番出口ライクゲームが出たってことでやっていこうかなって思います。前回やった僕アルバイトの作者さんのゲーム、どんなゲームかっていうと、あなたは見覚えがあるプールに閉じ込められている、周囲をよく観察しプールから脱出しよう。このゲームは異変探しゲームとなります。異変が見つからなければ進んで、異変を見つけたら戻ってくださいっていうゲームらしいです。結構面白そうじゃない。まあ一応ルール読む。このプールのご利用方法、異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、カウントを9にしないと脱出できないプール、0の場合には異変は発生しません。ってことはこれを9にすればいいんでしょ。まあルールはいつも通りだね。やっていくこと。例のプールってあれね、アニマルビデオで使うやつね。なるほどね。ワンちゃんいる。かわいい。まあ、一旦覚えるターンかな。あ、調べれるじゃん、ワンちゃん。はい。わ、かわいいね、ワンちゃん。大丈夫今、貫通したけど、脳みそに。かわいいな。ちゃんとフルボイスなんだ。で、これが、アニマルビデオ撮影中の、いかがわしい男性と、女の子ね。ちょっと小さい。外側あれなんだね、海なんだ。海の一角に建てられてんの。どういう植物があって、ボールがあって、で、鏡があると。おお、え、意外と若い。何この髪型。ファイナルファンタジーの主人公みたいな。はいはいはい。え、どういう異変があるんだろう。あ、こういうのもなんかありそうだな。洗顔フォームと、ひよこと、タオルとバスタオルと、なんかよくわかんないやつ。ハンカチかな。覚えとこう。まあ、やってったら覚えるっしょ。覚えるったんこんなもんでいいや。やっていくか。あ、で、こっち進んだら、スタートかな?はい。よーい、スタート。かかってこい。1番ね、最初。まあ、わかりやすい編だったら嬉しいんだけど、だいたいこういうのね、序盤はね、なんもないとか結構あるから。なんもないことない?最初、さすがに。鏡見てみるか。なんか太ってない?なんか俺太ってない?あれ?こんな体ボヨボヨだったっけ?なんかおっぱいでかいよね、俺。そう思う?ワンちゃん。多分異変だと思う。一回帰るか。これが異変じゃなかったら分かんない。なんか俺のお父さんみたいな体験してたもん。若くしてあんな体験ありえないでしょ。やっぱね、2番だよね。オッケーオッケーオッケー。おっとっとっと、これモザイクかも。生放送の収益、なくなっちゃった?これやばいね。映していいのかな?何してるんですか?うわー!大丈夫?入れないプール。何してんだお前。おい。なんで?なんで?意味がわからん。死んだんかい。これで、やり直し?そんな理不尽ある?嘘でしょ、ちょっと待って。2024年一番の理不尽受けた。そんなこと、海パンこんな色だったっけ?未来的な海パンの色だったっけ?あんま覚えてないけど。多分異変ないと思うけど。海パンがちょっと怪しいぐらいだけど、まあ一旦行ってみるか。行きまーす。これで変わってたらね、意味わかんないけど、どうなんだろう。はい。おー、オッケー。何も変わってないのも全然あるってことね。はい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 。で、こっちを見たら、何も変わってない。でもなんか、こういうゲームって、ここら辺に目引くじゃん。と思いきやみたいなパターン結構多いんだよね。今回も変わってなさそうだね、そんでもって。鏡に映ったやつが何か変わるとかある?どうなんだろう。いや、またないかも。でもこういうゲーム自分信じるの大事だから、行くか。はい。カモン!いや、これは言ったっしょ、さすがに。はい、やめます。嘘です、やります。まだ序盤だから、全然、
見失っててもおかしくはない。え、何だったんだろう。でも本当に分かんないや。あ、でも観葉植物とかよく見てなかったな。鏡見て何も変わってないです。え、プールのなんか影変わってるとかあったのかな。いや、今回こそ変わってないと思う、多分どうだろう。いや、まあ変わってなかったとしてもなんかどんどん分かっていくのが楽しいゲームだから、8番出口ライクゲームって。はい、1番 OKOKOK。 一旦サクッと終わらせたいよね。さ、待って、これ2本あったっけ。あったか、あったな多分。で、女の子も今日も可愛いですよと、お兄さんは今日もブサイクですよと。また変わってないとかありえる。ボールがでっかいとか。いや、同じでしょ多分。いや、棚も変わってないし天井も変わってないよね。いや、行こう。今日のテーマは自分を信じる。オッケー。3回連続だってやばいと思うけど、さすがに、まあ、これも経験だから3回連続マジ。え、じゃあもう同じやつ、さっき見たやつ、それ。おっ、あー、ごめん、今回の世界戦でも助けれなかった。はい、これで4個目ね。意外と最後まで普通にいけそうだけど、異変のパターンがもしかして作者さん2種類ぐらいなわけないよね。同じ異変来るとは思わなんだ、こんなすぐ。パッと見ない。うん、ないね。え、なんかない、誰か人溺れてますとか。でもありえる。いや、怖っ。まあ行こうこんなに異変ないことあるかな。今んとこ 70% ぐらいで異変起きてないけど。あるんだ、あるんだ。もう取れ高ゼロ。配信者泣かせ。あ、色変わってる。オッケー、さすがにこれはわかる。さっきもともとの色なんかあれだったもんね。確か緑と赤でした。ん、違うかな。よし、帰ろう。とりあえず異変だから。はい、で6番行っちゃうよ俺。9番までちゃっちゃと。もうね、ないもんね、見てない点。うんうんうん、この2人は変わんないだろうな。髪型変わってる、こんな突っ張ってたっけこの人。いや、突っ張ってたな。まあ怪しいの、じゃあ鏡かな。鏡こんなね、あってね、何も変わってないわけないと思うけど。変わってなさそう。あ、なんか泳いでるえ、金魚泳いでる。金魚すくい人生で1回ぐらいしかしたことないんだよね。すごい、めっちゃタイムリー。昨日寝る前さ、 YouTube で地元のお祭りの金魚を食ってみたっていう動画見たからはい、で7番。オッケーオッケー、さすがにいけるかな。あと2個見つければ勝ちでしょ。うん、いや、変わってないと思った。そこのあなた甘い。なんか変わってる匂いがする。いや、でもどうだろう、今までの経験上 70% 以上変わってきてないからな。まあ鏡じゃねえ。じゃあ変わってねー、変わってねーどうしよう、上か。いや大丈夫だよね。え、わかんない。いや、変わってないか。俺の乳首ってなかったっけ。いや、覚えてない。乳首って書いてなかったっけ。乳首が飛んでった説ある。いや、ないよね。じゃあ行こうえ、大丈夫だよねワンちゃん。うん、ワンちゃんも大丈夫って言ってる。よし、行こういや、これでゼロだったらだいぶショックだな。頼む、よろしく。はい、8。え、めっちゃイージーじゃんこのゲーム。異変3つぐらい。一応500円しないぐらいのゲームだったんだけど。自分クリアいいっすか。クリアの理由が異変がなさすぎたっていう複雑な気持ち。いや、でも初見でクリアも、びっくりした。え、スタンドオールって何。ちょっと待って、離れて離れて離れてえ、何してんのここで。このデブどうしたの、パンツ履いてなくね。安心してくださいみたいになってるけど、安心できないよ俺。異変か、帰ろう。え、でもこれでクリアじゃない。8から9に行くから。怖っ、主人公もなんで、なんで平気なの。あ、オッケー、9来た。あ、これを見つけたら終わりかな。あれ、ワンちゃんが座ってる、ずっと。これ異変終わったってこと、もしかして。一応鏡もチェックして。いや、ワンちゃんついてこないって異変だよね。え、どうしたん、元気ない。元気がないっていう異変、帰ろうこれでゼロだったらだいぶショックだけど、さすがにね、さすがにこれで。あ、クリアだ、眩しい。何これ、レイのプール。あ、主人公の名前レイのプールって名前なんだ。適当かよ。プールの女神、知らねえそんなやつ。誰、まだ異変あるんだこれ。じゃあ
あ、待って、書いてる。ヒント機能解放されました。スペースキーで使用可能、異変の発見のヒントになるかもしれません。あ、なるほどね。で、発見してない異変の数26。出せよ、じゃあもっと。さっき9分の5、6ぐらい異変なかったけどね。26個の異変。あっんんんとっとっとっと、これは壁尻シリーズなんだよ壁尻シリーズって。え、これどう思う、ワンちゃん。触っていいの？触りたくねー。え、なにこれ。えい、いや、誰得？誰が嬉しかった今この映像見て。誰も喜んでねえよ。もう一回叩けんの？もう一回叩けるいや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 、いや別にいらないから。え、どういうこと、どういうことこれ。え、なにこれ。 T、 え、ティーバックってこと？は？意味がわからん。え、もう一回殴ろう。ちょ、ムカつくから。ストレス発散、日頃の恨みを込めて。はい。いや、何も変わんないんかい。あー、あ、これなるほどね。正しいって文字になってんだ。え、じゃあ、あと2回叩く？ケツ出せ、おら。おい、いや、悲しい。これ、俺の親がこの動画見たら泣くわ。せっかく産んだ子供が、ケツ出せ、おらとか言って叩いてんの、普通に嫌だな。これで、最後5回目、はい。どうなるんだ？は？え、なになに？は？誰？え、待って、おじさんが増えた。What？追ってくるんだけどえ、なんでなんでなんで、来んなお前、やめろ。足速くなってない、しかも。ちょっと待って、ちょっと待って、どうするどうする。え、でもこれぐらいのスピードなら余裕だぞ。歩いても立てるぞ。やばい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、やっぱ足速くなってるよね、ちょっと思ったけどやばい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 、叩いたら終わるとか。いや、終わんないな。ちょ、どういうこと、どういうこと、これ何したら終わるの。あ、待って、88。あ、 OKOKOK、 カウントダウンね。やばいやばいやばい、そうそう、走らないと。まずい。やばい。お前なんでそんなデブなのに動けるんだよ。動けるデブやめて。やばいやばいやばい、走らなくなった。俺バスケ部だったんだけど、バスケ部なのにめっちゃ動けるデブいた。ちょっと待って、ちょっと待って。大丈夫かこれ。捕まったらどうなる？殺されるのか？沈められるのか？ちょっと待って、助けて助けて。あと1分、あと1分。あと1分、耐える気しない。速くなってるもんね、足。どう考えても。やばいやばいやばい。やばい！待って、死ぬ！来ないで！追いつかないよ、もう。やばいやばい、もう目線が追えない。スピード、バケモン。ちょっと待って、どうなる。これ以上のお前第二形態を残してるのか。それが限界か、お前の。いけるか、残り30秒。さすがに大丈夫か。オッケーオッケーオッケー、慣れてきた、目が、だいぶ目が、なあ、逆走。やばい、なんか四つん這いになってる。怖い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 、バケモンだって。え、サダコもびっくり。やばいやばいやばいちょっと待って、声枯れる。今日そんな声の調子よくないから、俺コンディション悪めだから。あと6秒。やばい、後ろ来てる気がする。全力疾走するしかない。うわー、あぶねー配信始めて20分で声枯れた。もう酒焼けみたいになってる、私。え、どうしよう。昨日さ、もう案件の配信やってて、深夜から。で、徹夜でさ、編集したから。さっきまでさ、寝てたの。だから私ね、もうお酒飲んだ後みたいになってるけど、ごめんなさいね。今から後半までずっとこの声でやらせていただきますわ。で、今回の異変が、なんか変わってる？変わってないね。同じ異変があるし、なにこの人。は？上達してきてるんだけど。来いよって？やるか、お前。やってやろうじゃん。いや、一旦デブの後ろからちょっと拝んでやろうぜ。うわ、怖っこんなさ、ポケモンいなかったっけ？チャーリムみたいになってない？お前、ウエスト何センチそれ？ね、どうしたの、デブ。こっち見んな、お前。This is pool! これはプールです。あなたが蹴落としたのは、金の太っちょですか？それとも、銀の太っちょですか。これが女神か。キーボード1で金の太っちょ、2で銀の太っちょ、3で普通の太っちょ。これはさすがにゴールデン太っちょもらっとく。はい、金行こう。金の太っちょです。あなたは嘘つきですね。太っちょ一人もありません。え、いけ、金の。はあ、何、うわー、ちょっと待って、太っちょ一人もいらないっつったじゃん。なんでまた追いかけっこなの。足速いし、しかもこいつ。ちょっと待って、帰ろう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 。うわー、大丈夫、追いかけてこないじゃん。あ、こっから来れないんだ、お前。ザバービロ、お前。おいおい、うわー顔やめて。あ、ゼロだ太っちょ恐怖症、トラウマ。
この二人マジで何も変わんないね。あ、待って、は、ええ、やだー、え、なにおじさん万華鏡え、待って、俺万華鏡シャリンガン食らった、こっち見んな、おじさん、さっき嘘ついたから呪われたのかもしれん。まあ異変だから帰るか、一旦。おじさんってそういうことね。8番ライクにはつきもののおじさんがあのデブってことね。いや大丈夫だね、すべての日を見つけるようになった、ほらねいやほんとに異変ないのだけやめて。でも全配信者言ってるから異変ないのはちょっとねみたいな。うん、多分なんもないね。え、今回も、え、でも全然あるからな、3回連続異変なし。いや、これないわ判断が早い、うろこ滝さんもびっくり。さすがにないでしょ。でも、あ、ちょっと油断したね、任せて俺に。あ、待って、こっちからこっちに変わってる、洗顔フォームの場所が微妙俺が求めてた異変ではない。はい、これで2番、残り23個、23個もあるんでしょ。え、なんだろう、やっぱ背景っていうか外の風景一個変わってると思うんだよね。あんまりよく見てないけど、さっきから鏡見て何も変わってなかったらもう分かりません。変わってる、変わってないよね分かんないいや分かんない結構細かい異変ありえるからな。あ、オッケーオッケーオッケー、さん、まあ、異変来たらね一旦異変なし挟むよね、心理的に。作者の意図をつかみました。外変わってでなさそう、植物も変わってない、で鏡は、うわー重要な男の逆バニー、誰が嬉しい、普通に女の人が良かったな。ねえワンちゃん、どういう気持ちで見てんのワンちゃん俺を。ちょっとこれ以上映しててもバンされそうなんで帰ります。さすがに変ね、そろそろ太っちょが恋しくなってきたな、なんだこの気持ち、さっきまでうぜえって思ってたのに。で今回もパッと見変なし、鏡系か、まあ何もないかな。でも異変一回挟んだらね、異変なし来るっしょ、心理的にもう心理的に異変なし、任せてください。これがメンタリズムです、これが。いや分かんねえ、あった、今回異変、いやなくね、全然ない、これから日本の景気が良くなるかもしれないってぐらいない。はい、ロックオッケー、本当にないね、マジで統計データ 50% だよ、異変が起きる確率。俺データキャラだから、この回で異変が起きる確率 85%、 鏡で起きる確率 100%。 うん、ないねないね、よし行こう。待って、なんか今違和感が、いやな、大丈夫か、行こう、多分生だと思うけど。え、何、え、何変わってた今え、うん、変わってないね、何も、多分変わってないっす。うわー、変わってるっていうか消えてる俺が。え、待って、俺見えてる、あ、自分にしか見えないみたいな。え、なるほどね。女子更衣室どこですか？女湯行ってきます。すいません、ほんとに。せっかくなんで、この機会。あんまないから。はい、2番ね。はいはいはい。で、これは、鏡見て、なんもなかったら、多分なんもない。あ、待って！わかりますか？皆さん、今、変わってるの何か。これ気づかなくね？後ろのカメラ持ってるお兄さんが、こっち向いてる。こっち見んな、お前。どうなってんの、首の角度。病院行った方がいいよ。はい、20個あんのこれ。待って、これ以上の異変が待ってるっていうの、ワクワク止まんないんですけど。でも異変起きないんだよね、なかなか。どうなんだろう、うん、変わってなさそう、大丈夫かな、まあ変わってないっしょ、行こう、多分大丈夫。このゲームあるある分かってきた、一旦異変出したら、あっはい、花のね、位置とね、配置、数と配置はもう完璧なんだよね。オッケーオッケーオッケー、に、あーれ、ちょっと待って、やだ、ちょっと私が、これどういう気持ちで見ればええん。水着のグラビアめっちゃいるけどさ、男性のグラビアってあんま見なくね、需要ありそうだけどね。え、ちょっと待って、ってことは俺はどうなってんの
やだー、私女の子なんだけど。ちょっと待って、ワンちゃん触るとどうなるの、どういう声になるんだろうね。かわいい、かわいいねっていう声が。喋らないんかい。下向いたら、ほっそ、え、もう病気じゃんこれ。え、しかも胸な胸ないし、絶壁、断崖絶壁。はい、で次が、まあ異変がないじゃない、さっき異変あったしねとか言ってたらさっき見せたもんな。ちょっと一回本気で探そう。いや配置変わってないっしょ。で窓の外も変わってないっしょ。いや、ないでしょ。いや、ないと思う。オッケー。多分ないね。いやー、どうだろう。自分を信じて。絶対にさー、同じ辺見つけてないんだよね、俺。ヒント見るか、ヒント。せーの。はい、スペース。どこか見覚えがあるプールだな。え、どういうヒント？見覚えがあるってことは、変わってないんじゃないのって話？そういうこと？見覚えがなかったら変わってる。あ、やっぱそうだよね。あ、分かんなかったらヒント使ってみよう。じゃあ今からヒント解禁します。これで探しやすくなったんじゃない、だいぶ。で今回もこうぐるっと回ってパッと見変わってなかったら行くぜ。一体どこが変なの。うわ、変わってるんだ。じゃあこれ、え、なんだろう。え、なんだろう。かわいいな。声のトーンが違う。違うか、分かんない。一体どこが変なんだ。でも異変ないんじゃない？ヒントがヒントじゃない説。一回異変なしで言ってみる。多分異変ないんじゃない？適当言ってる説。おい！適当かい！異変ねえやんけ。適当なの？このヒントボタンは。位置が変。これはもう絶対でしょ。位置が変。なんの？なんかの位置が変わってるってことか。やっとヒントっぽいヒント出てきた。位置。何の？何が違うんだ？え、分かった？あ、観葉植物？これ？笹の葉みたいなやつだった？植物入れ替わってんの？マジ？あ、分かんねえ。え、全然見てなかった。あ、植物に俺興味ないんだ。いや、意外な一面に気づいた。そうだもんね。やっぱ女の子に目いっちゃうよね。植物あんま興味ないから。これでちゃんと見てみると、あ、ほんとだ、言われてみたら変わってた。で今回は一体どこが変なの。はい、もう異変ないね。これ行こう。なんかあるかな。位置が変。また？え、なんの？え、なんの位置え、なんか変わった？あー、これの位置が違う。飛び込み台ね。なるほどねさっきそういえばこっちだったよね。こんなとこに飛び込むやついるか。飛び込むにしてはちょっとあれでしょ、狭すぎないか。飛び込み OK のプールなんだ。大体ダメだけどね、どこのプールも。はい、6番。さあ今回はなんか大きい。大きい？おっぱいじゃなくて。いや、小さい。え、何が大きい？なんかビッグになれるものってあるかな？ボール？ワンちゃん？え、ワンちゃんの大きさ変わってないよね。影？え、わかんない。え、何がビッグなんだ？え、わかんない、わかんない。自分はビッグになってないと思う。え、やっぱでも女の人のケツじゃない？ケツこんなでかくなかったくない？ケツがでかいんだ。え、そうだよね。多分。こんなムチムチじゃなかったもんね。いや、でもやっぱ俺おっぱい派なんだよね。ごめんだけど、お尻派は外国人に多いらしい。ケツにね、シリコン入れるらしいからね。外国の整形ネキたちは。うわ、なんだあれ。え、なんだあれ。すごい、月みたい。太陽もこんな感じ。子供の時不思議だったんだよね。なんでさ、月と太陽さんって私のこと追いかけてくるのってお母さんに聞いてた。可愛くない俺。お母さんね、俺幼稚園だったくせにね、なんか辞典の説明とかしだしてさ、マジで当時よく分かんなかった。で次の異変がぱっと見なんもないけど、ふんふんふん。え、喘ぎ出した。喘ぎ出したってことはやっぱおっぱいが大きくなってる。いや違うよね。なんで興奮してんの主人公。あー、お前ちょっとこれはまずいですよ。でっかやっぱすごいね。動きのモーションもでかくなるね。ご立派すぎるけど。え、男の人って邪魔じゃないのかな。あれ走るときどう動いてんだろうね。気になるよね。走ってるときちぎれないのかなって思うもん。え、どうなんですか男の視聴者の人。
邪魔じゃないんですかあれ。で次が位置が変、また位置、え何位置、あー排水口の位置がこっちじゃなかったもんね、こっちついてたもんね。オッケー、多分右側に排水口あった気するから、はいこれ異変だと思う。あそうだよね、こっちにあったもんねさっき。で次が何も変わってなさそう。どこに異変があるんだ。これ変わったやつだ。うわあ、びっくりした、なになになに、え、なになになに、そんな、お前太っちょ、お前来るなら言わんかい。一回捕まってみよう。うわあ、いや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 、全然ビビらなかったわ。そこチープなんかい、大きくないね。いや大丈夫、夢じゃないよね。どうしたお前、あーかわいいね、かわいくねえよお前、突き落としてやろうかプールに。なんだこれ、え待って、一丁前におちん書いてるんだけどおちんの描写やめて、だいぶしかも反り立ってないか。ちょっと待って、これはちょっとまずい、今日で絶対女性視聴者減った気がする。またお前かい、さっき突き落としてミスったから、ちょっと待って、俺が正解のパターン選んでみるわ。 This is pool! よし、すっきりした。あなたが気落としたのは金の太っちょですか、それとも銀の太っちょですか。ここで金を選んだのが何かの間違いだった。あえて普通の太っちょ、太っちょです。正直者、あなたは正直者ですね。太っちょを全部あげましょう。全部、全部って何、一匹もいらない。あれ変わんないんだ、え、くれないんかいいや、くれないんかい。まあいいけどね、いらないから。はい、うわー、待って待って待って、ドラえもんもびっくり、何これ。いや待って待って、ワンちゃんじゃなくてもうサカンパスピスじゃんこれかわいくないかもギリ。どうしたお前、何食うのお前、電気食うの、うわ乾電池とかめっちゃ食ってそう。かわいいな、どこで充電するのお前、教えてよ。ケツ、ケツでしょ絶対。あケツにあるわ多分、タイプ C の充電器が。え帰ろう。昔あったよね、ロボットのなんか犬が流行った時代があってさ、それ家に置いてある今も。よし、うわーなんだこれ、シュールすぎる何これ、もうバグだよねこれ。 TT 兄弟です、これめっちゃバズってたよね、アメリカのなんか番組で。まあ鏡じゃない、あれガタイ良くなったやつ、序盤はあれか、ぽっちゃり系だったけど今回普通に筋肉もりもり系か。え、もう早くモンハンやりたい。うん、変わってないね。なんか大きい、大きい、大きい、また俺のおちんじゃなくて、え、なんだろう、お前のおちんか、ちょっと見せてみろ、女の子や、大きい、なんだ変わってないもんね。え、大きいってなんだ、え、パッと見変わってないよね。あれ照明とかあったっけ、照明でかいのかなぁもう照明ぐらいだよね変わってんの。ちょ、一回これ覚えるか、壁のマス12345マス分ぐらいね。照明の大きさなんか覚えてねー。でもちょ正常パターン見るか、あ本ほんとだ、小さかった、マジか。はい、で次の異変が色が変、色が変、色、顔色じゃないもしかして、あれ違うわ、え色ってなんだ、あー椅子の色が青になってる、なるほどね、まあ、ベンチは赤色じゃないとね、赤いね下着の女性とかいいですからね。何の話してるんでしょうね。ちなみに今日の僕が履いてるパンツの色は黒です。はい、女性視聴者増えました今ので。多分何も変わってない、ガタイこんな良かったっけなんか、え体型がすごい、スト6のブランカみたいな体型になってるもん。いやおかしいよね、イメチェンスト、イメチェンテレビじゃないよねいやこれどっか研究所に送り飛ばせば金もらえそうなぐらい異形の形してるけど、人間やめすぎでしょ。パッと見変わってない、大丈夫かな、多分異変ないねこれ。窓が変、何？ちょっと待って待って待って、こっちから見たら変わってないけど、こっち見ると、あ
お、うわー、なになになに、こう見ると見てるんだ俺のこと。いやこれサムネにしたいけどちょっと微妙か。おっちゃん久々に出てきたね。最大の変来たね今回ね。やっぱ鏡じゃない、怪しいのは。ここ以外も変わんないっしょ。どこに異変があるんだ。変わってないかーい。何？お前一回しとめただろう。変なリアクションしちゃったわ。あれ残り2個ね。はい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 。いやもう変わってるとしたらなんだ、もう背景か。教えてくれ。これじゃ何が思いつくんだ。異変。模様が変。模様。模様。何の模様？水着が変わってる？いや違うよ、これあれだよ、異変探してるだけだからね俺。あ、横線だったよね。いやこれ意外とわかんないんだよね。アハ体験とかでもよくあるけど。なるほどね。はい、残り1個。え、ラストの異変何なんだろう。ラストにふさわしい異変だってほしいけど。うん、いやあれがいいな。お姉さん、あ、なんて書いてる。 4WD 四駆。え、お前が足四駆ってこと最後。いや、どんな、慣れてみよう。なんか変わるかも。どう四駆の気持ちは。可愛いな。いや、これだけかい。犬の落書き、虐待エンド。終わりかい、これで。